センチュリーロイヤルは2006年から2008年までにトヨタ自動車が製作したセダン型五両車およびワゴン型霊級車である国会開会式全国戦没者追悼式国賓接遇など特に格式の高い公式行事で限定的に使用される区内庁管理部社馬鹿が管理する五両車で一般的な公式行事の行行形や私的な外出の際に使用される トヨタセンチュリーとは区別して使用される。なお、一部の大企業や富裕層から特注車として、一般向け販売を希望する声もあるが、トヨタでは、同社を、先代の五両車である、日産、プリンスロイヤルと、同じく五両車専用車種と位置づけ、一般への販売は、一切行わない方針である。1967年以来、五両車として使用されてきた、日産、 プリンスロイヤルが老朽化のため更新されることとなったが、同社を納入した日産自動車は、現行車代をはじめ、五両車に要求される生産要素をめぐる判断から、時代の車両納入を辞退した。その後、トヨタが新規車種の納入を提案したことを受け、2005年8月、同社の基品、洋人向け大型高級車、センチュリーをベースとした特別生産車、 センチュリーロイヤルの採用が決定した。ちなみに、トヨタ車内での車両開発コードネームは大きな車であり、ベース車両とは別物になるほどの改良が加えられている。ベース車からの変更点としては、窓の強化防弾ガラス採用や観音開きの側扉、天皇、皇后、上皇、上皇后、皇族の姿が明瞭に見えるよう拡大された室内コート窓などがある。 内装も和紙や毛織物などの素材が使われている。2006年7月7日以降、宮内庁に順次納入され9月28日の臨時国会開会式臨席の際から使用された。当初は8月15日の全国戦没者追悼式から使用される予定であった。宮内庁は当初プリンスロイヤルの台数と同じ5台の購入を予定していたが、 国の財政状況を考慮し、一大元の四大体制となった。四台のナンバープレートは、高1、高2、高3、高5であり、このうち高2は、新台車である。価格は、天皇、皇后が公式行事等で乗車する標準車で、一千5250万円。防弾、走行性能等が強化された、国品接遇用の特装車で、 一台九千四百五十万円。2007年9月から特装車二両が納入され、翌2008年5月に中華人民共和国の国家主席古金等を呼び、夫人が国賓として来日した際から使用された。前日の通り、センチュリーロイヤルのベース車は二代目センチュリーであるが、2019年に導入された高級から五両車のベース車が三代目センチュリーに、 変更されている。2019年11月10日に行われた即位の例、祝賀五列の儀に使用されたオープンカーも三代目センチュリーをベースとして一台だけ制作された特別使用者であり、センチュリーロイヤルではない。なお、このオープンカーは、工従のナンバープレートをつけて、祝賀五列の儀と伊勢神宮内空への親越の儀で、使用された後は、ご両者としての役目を終え、 内閣府へ移管されており、以後は2020年東京オリンピック後のパレードなどに使用される予定である。全長 6155mm、幅 2050mm、高さ 1780mm、車両重量 2920kg、8人乗りのリムジンである。その他の変更点は、ベース車両に関してはセンチュリーを参照。ありがとうございます。